あなた、一体何者ですの？内政をこんなにあっさりと。ああ、シビーでも内政は一気にやりたいタイプなんだな。クイズゲーム用にバカみたいに専門書入れておいて正解だった。ねえ、ズル、それチート。魔法なんつう公式チートがある世界でチーター呼ばわりはやめてくれません。いよいよなのです。さてと、いよいよか。始まりますな。まさか本当にその格好で？ああ、やっぱこの格好が一番落ち着く。ねえ、ほんじゃちょっくら行ってきますか。あごきげんよう。緊張してる。うざい。群衆恐怖症はお互い様だろ。普段は抑えてんの。敬愛する国民、いや、イマニティ同胞諸君、我々イマニティは銃の盟約のもと、戦争のないこの世界において負け続け、最後の都市このエルキアを残すのみになっている。ここで我は皆に問う。それはなぜだ。全国王が失敗したからか、我々が最下位の種族だからか、魔法を使えないからか、無力に滅ぶ運命にあるからか、否だ。かつて古の大戦において神々がエルフがワービーストが多くの種族が争う中、我々は戦い、そして生き残った。かつてはこの大陸全土をすら人類国家が占めていたのはなぜだ。我らが暴力を得意とする種族だからか。エルフのような魔法を使えず、ワービーストのような身体能力もなく、フリューゲルのような長大な寿命もない我々が大陸を支配できたのは戦いに特化していたからか。断じて否だ。我らが戦い生き残ったのは、我らが弱者だったからだ。いつの時代どこの世界でも強者は牙を、弱者は知恵を磨く。我らがなぜ今追い詰められているか、それは銃の盟約によって強者が牙をもがれ、知恵を磨くことを覚えたからに他ならない。我ら弱者の千倍特許であったはずの知略を、戦略を、生き残るための力を強者が手にしたからだ。それがこの惨状だ。皆の者答えよ。なぜに頭を垂れるのか。繰り返そう。なぜ頭を垂れるのか。我々は弱者だ。今もなお、昔もそうだったように、そう、何も変わってなどいないではないか。強者が弱者を真似て振るう武器はその本領を発揮しない。なぜなら我らの武器の本質にあるのは卑屈なまでの弱さゆえの臆病さだからだ。臆病ゆえに我らは魔法から逃れる知恵もある。臆病ゆえに学習と経験から生じる未来予知にすら到達しうる知恵を持っている。三度繰り返す、我らは弱者だ。いつの世も強者であることにあぐらをかいた者どもの喉元を食いちぎってきた誇り高き弱者だ。我々はここに205代エルキア国王女王として戴冠したことを宣言する。あれが先見代理者に与えられる種のすべて、種の駒。我ら二人は弱者として生き、弱者らしく戦い、そして弱者らしく強者をほふることをここに宣言する。かつてそうだったように、これからもそうであるように認めよう。我ら最弱の種族、何も持って生まれぬゆえに何者にもなれる最弱の種族であることを。さあゲームを始めよう。もう散々苦しんだろ。もう過剰に卑屈になったろ。待たせたな、イマニティ同胞諸君。今この瞬間、我がエルキアは全世界の国に対して
宣戦布告する。なあ、反撃の狼煙を上げろ。我らの国境線返してもらうぞ。なんてことしてくれたアデスの方法。どんだけ当ててるんだよ、引くわ。さてはキモい。これが落ち着いていられますか。宣戦布告なんて国を滅ぼすつもりですの。いい加減人を疑うことを覚えろって言ってるだろう。俺らがエルフを打ち破った事実を他国はどう見る。エルフ以上の種族の支援受けている。あ、確かに。つまり背後にいる種族が何か分かるまでは仕掛けられない。ああ、世界中が疑心暗鬼になり下手に手出しはできなくなる。だからあえて宣戦布告、そしてこっちからは何もしないで地盤を固めるってわけさ。そこまで考えて。空白。